はい、こんにちは。札幌ランナイ美容室葉山和志の後藤です。で、パーマでちょっとウェーブというかな、こう巻き髪みたいな感じに、ちょっとかけさせてもらって、で少しお仕事の関係上あんまり派手にできないんですけど、ちょっと中に少しこう、インナーカラーを少しだけ入れたいなということなので、まあ派手にならない程度に耳周りあたりに、インナーカラーを入れていきたいと思います。で流れ的にはインナーカラーの、まあ、ブリーチ使うんですけど、インナーカラーやって、で、その後にパーマ入ります。でその後に最後にトリートメントも兼ねて、塩基性カラーのをちょっと入れていきたいなと思います。このような感じでストレートの髪なんですね。で結構細いので美術毛の可能性が非常にある感じではあります。はい、リッチがちょっと出づらいかもしれないですね。髪が結構細くてこう引っかかる髪なんですよ。なのでちょっと、カールがどのように出るかっていうのはちょっと見ながらやっていかないとなんですけれども、今日はデジコアパーマをちょっとやっていくのと、前髪はデジ、ドライングパーマですね。はい、っていうのでまずブリーチの方から入っていきたいと思います。はい、ではインナーカラーまずベースのブリーチを入っていくんですけど、使うのがアディクシーのハイブリーチを使って、パパッと時間もかけないでちょっとやっていきたいと思います。で取ったブロッキングはお仕事の関係上ちょっと顔周りの方が入れられないということなので、もみあげのとこ外して、そのままここにインナー、耳の上からこの襟足にかけてインナーカラーを入れていきます。はい、リパレットを使って塗っていきます。これ100均のまな板ですので。でですね、カラー剤はオキシ2倍にムササビトリートメントを 5% 配合したものになります。はい、これでブリッジしていきます。多分そんな時間はかかんないかなっていう感じですかね。はい、リパレットのところをこのように塗っていきます。そうですね、で結構このインナーからしっかり出したいときはフォーミングちょっとこう入れながらやった方が抜けが早いので、そうします。そうですね。で根元の部分に関しては、やっぱ僕はこのベストコームで、コームワープって言ってこのような感じで伸びてきた時に あんま横のライン出したくないので、ちょっと見えますでしょうかね。ちょっとすみませんね、コームで根元の方はこのコームワープでこうぼかしてですねやっていくことによって、後で伸びてきた時には困らないかなと思います。はい、こうずらしながら薬を伸ばしていくような感じですね。根元をだいたい5センチ残した状態で、5センチ残しますね。で結構長さがレングス長いので、しっかりフォーミングしながら塗っていって、根元をベストコームでと、ぼかすっていうだけですね。まあ、包丁はそんな置かないつもりです。あんまり目立つ感じになっちゃうと、ちょっと後々大変なのと、あと今後この後パーマかけるので、まあ、軽い感じにちょっとささっと染めたいなと思います。はい、ステム90度に持ってきた状態で、コームワークをさせて、徐々に根元に行くに従って塗布量が少なくなるような感じでうまくぼかしていく、これがポイントです。こんな感じですね。ホイールも使いません。このままでいきます。ブリーチ終わったんですけど、ここからパーマ入ります。デジコアパーマをかけるんですけど、なぜデジコアパーマをかける必要があるのかっていうのをちょっと説明しますね。通常のデジタルパーマっていうのは、ストレート塗布した状態にクリーム状の薬剤をつけて、それから1回流してロットを巻いていきます。で僕はここに疑問点を持ったのが、なので色はちょっと濃いめにあえて作りました。はっきり分かるように、カラーミューズのクリーム、カラークリームの方で、240g のやつですね、それのレッドとバイオレットですね、
ピンクにしようと思ったんですけどレッドにしました。こっちの方が色がはっきりするのでレッドが3にバイオレット1です。これをちょっとこれからつけていきたいと思います。ちょっと右向いてもらっていいですか。でタオルドライしっかりしておいた方が絶対いいので、でここで使うのがベストコーム使っていきます。ベストコーム使ってベストコームにですねハケで、このような感じでベストコーム塗っていくと、まあ、作業の効率も高くなるので、この、インナーカラー入れた場所、まあ、皆さん覚えてると思いますからこの部分につけていきます。はい、でこれでベストコームで塗るとそんなにつかないので、いろんなところに地肌の方も結構自然と、こうですねハケで塗るよりもこっちの方がやりやすいので、ちょっとオーバーラップした感じで、つけていきます。こちらまずヘナウォーターつけて、それからヘナジェルをつけていきます。で今、ヘナウォーターつけたんでヘナジェルをつけていきますね。こちらです。で結構ヘナジェルヘナウォーターつけるとイオンのコンプレックスを起こしますから、こうちょっと泡立つんですけど、このぐらい泡立てた方が結構いいです。それで乾かす感じですね。張り越しが出ます。通常であればこのまま自然乾燥でもいけますし、あとはちょっと乾かすって感じですかね。はい、ちょっとやってみましょう。ただまっすぐよりは光ってる方が、まあ、もし本当に変わり欲しければもうこの辺まで手を上げてここにドライヤー当てて乾いてから、はい、遊ぶってからでもいいですけど、はい、熱に反応します。温めて30秒こう止めて戻してくれればちょっと変わりが出るんですよ、はい、そういう風に感じにしていただけるといいと思います。はい、今右と左で乾かしたのと乾かしてない方があるんですけど、そんなに手触りの感じからして、ダメージが出てないかなと思います。で多分彼女みたいな髪質は本当に薬剤設定間違うのと、通常のデジタルパーマとかで強い熱とかアルカリで結構ビビってしまう髪かなと思いました。なので結構難しいですね。細かい癖もありますし、前髪もいい感じに、なったかなと思います。ちょうど自然にくるってこうなる感じになりまして、で時間のない時は、もうこういう、まあ、ちょっとウェーブがどうしても微質毛的に小さくなっちゃうんですけど、乾くともうちょっとウェーブが大きくなりますので、これでまあ自然乾燥しちゃうっていうのも一つ方法です。でもう一つは時間の時はこういうふうにちょっとふんわりこう乾かしていくっていう感じですね。でまあ皆さん大体ドライヤーじゃないや、デジタルパーマやってるんで乾かし方わかると思いますけど、僕は結構温めて冷ますっていうふうに伝えますね。で冷める時に形がつくので、大体この方眼投げじゃないですけど、こういう感じに、反対の手とかでこう持ってもらって、例えばこっちだとこうですね。でドライヤーを当てて方眼投げみたいな感じに、あとこの鎖骨を使います。で要は片手だと、髪の毛が逃げちゃうんですね。これ自分でやるときって僕らはできますけど、でお客さんって絶対できないんですよ。でも手が2個だとできるんですね、こういうふうに。じゃあこの手の片方をどこにするかっていうと、この鎖骨を使うんですよ。鎖骨に手がついてるっていうふうに思って、鎖骨に片手がある、でこっちの手で鎖骨と一緒に挟む、で鎖骨のところにドライヤー当てる、そして温めて冷ますっていう感じにしていけば軽が出せます、はい、そうすれば出せますね。インナーカラーもここに今ちょうど出てるので、ちょうどよくこのぐらいだったらそんなに仕事でも支障が出ないかなっていうちょうどいいぐらいかと思いますね。はい、っていうように乾かし方も結構ですね、ロングになってくると結構難しくなっちゃうんで、どうしても重さで垂れちゃったりとかするので、こうやると中の結構出ますね。そうです。はい、こちらで顔の毛をくるくる回す。